かなでちゃんの太ももを触っています。ねえやめよってセクハラ違う。いやもうねこの世の中マジで怖いからもうすぐセクハラって言われちゃうからじゃん。いや番長ちょっと触ってやめてセクハラセクハラだぞセクハラ。あ今のはセクハラだよね。僕たちがあのちょっと待ってで触っちゃった名残だから。いい太ももはダメです。ダメじゃないです、私が決める。そうだねすいませんでした。すいませんでした。でもカナデ青くんの太もも触っていいよ。なんで？え？社長は許可するの？うん。どういう感じ？いいだろう。いやちょっと別にいらないだろう。ちょっと失礼しよう。じゃお手手にしない？手をつなぐな。イチャイチャするな二人で。すいませんでした。すいませんでした。でも青さん社長の太もも触っていい？ああ分かった。やめて。絶対。バシン。バシン。リーカの太もも高いからね。あいくら？そうだな、うん、1タッチ500万円くらいかな。あびっくりした500円って言うのなわけねえだろ。安いなって思っちゃった今ね。マンチョはマンチョ何しろキョトンとしてんの。なにゃワンタッチ、なにゃワンタッチ何やん。500万円で、ね、そんな価値をつけるもんじゃないでしょ。確かにお金では買えない。うん、なんかこんなこと言ったら社長があれなんで。本当だよ。そうだよ。本当だよ。あ僕ただなんで。どうぞどうぞ。ただなんで。えただなの。嘘です。青くんただだってみんな。違う違う違う、今ただって言ったら触られないかなって思ったらただなのみたいになったからやめたわ。さあ笑う。困ったね。大切に。あさあさあ、はい、大切に。すいませんでした。でももう青くん2タッチしたから1000万円リリカに伝えられた。確かに。じゃあ触り合えばなくなっていくってこと。でもただでしょ青くんの。あ青くんは5000万だから。5000万なの。5000万でつけるんかい結局。ああプライスレス。うん、プライスレスね。そうだ、うん、あー疲れたね、うん、なんかはしゃぎすぎてね、うん、あ本当に楽しかった。楽